はい、続きをやっていきたいと思います。ですね、前回ですね、いろいろどこ行っていいかなって迷ってしまって、今原始の時代に来ているんですけれども、前回の動画をねちょっと見返してみました。はい、前回前々回かな。はい、でエディ千年のね、あの魔物の村のところで倒したボスですね、ボス倒した時にルッカちゃんとかがね、中世の時代の魔王、中世の魔王をちゃんと倒せば歴史は変わるのかしらっていうようなことを言っていたので、おそらくね原始関係なかったんですよね原始はまだこれ来るとこじゃなかった。どうやら多分この先ストーリーは進まなそうなので、やはり一旦戻ってもう少し過去の時代の中世の時代ですかね、中世の時代、多分 AD600 年のことだと思うんですけど、その辺の探索をもうちょっとしっかりしようと思います。はい、というわけでサクッといきましょう。前回のところはですね、なのでかなり無駄足というかちゃんと話を聞いてなかった自分が悪いんですけども、というわけでサクッと戻っていきます。はい、というわけで AD600 年ですね、こちらに戻ってきました。で、前の動画でこのお城の先の橋ですね、何橋だっけ、ここですね、このゼナンの橋、ここで、まあ、兵士団たちが戦ってるっていう話がねあって、で食料がないって言ってるので、これやっぱり食料をですね探してあげないといけないんだと思うんです。前回ここ戻った後に食料庫に、食料庫っていうか食堂のところに行こうとしてるんですけど、なぜかその後食料庫に行かずに先に進んでしまって迷子になっていたので、ちょっと食堂に向かいたいと思います。食堂どっから行けるんだっけな。食堂ってどっから行けるんだっけな。あれ、ここの出る前、左側かな。ここはそうだな、兵士が休んでるところ、反対側か。こっちか。いやー、ここですね、食堂。ここに来たかった。前回なんでここ来なかったんだろう。ここで多分何かしら動きがあるんじゃないかと思うんだけど。王様にはスタミナをつけてもらわなきゃ。そう、王様寝込んでるんですよ。すごいですね。走り回って走り回って。親方。何？兄貴が？へっ、てめえたちだけでこの国を守ってると思った報いだ。あんた、いつまでもつまんない意地張り合ってんじゃないよ、男だろ。うるせえ、お前に何がわかる。え？おかみさん、どうにかしてくれ。バカだね、男ってな。本当は二人とも仲直りするきっかけを探しているのよ。騎士団の兵長とこのおっちゃん仲悪いんですよね。この、え、もうどうしたらいいの。そら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 ってね、もう終わり。そらそら、やっぱ違うのかな。でも食べ物持ってかないとあれなんだけどな。ここじゃないんか。
料理長、前線届ける食料と王に体力をつけようと大忙しそう。忙しそうだった。どうしたらいいの。あ、来た、待ちな、来た来た来た、これだ。はあ、はあ、これを持ってってくれ。ハイパー干し肉を手に入れた。来た、ハイパー干し肉。それか、こいつらはお前らにだ。持ってけ。パワーカプセル、ありがとうございます。それからあのバカに伝えておいてくれ。生きて帰ってこねえと承知しねえってな。なんだよ、親方。かっこいいじゃねえか。これでいいんだ。これで橋のところに持ってってあげればいいんですね。そうだったんだ、やっぱ。なんで前回寄らなかったんですかね。まあいいや、よかったよかった。これで話が進みそうですね。ほんと前回ほぼ迷子会になってしまって申し訳ないです。これで進められるはず。よいしょよいしょ、行くぜ行くぜ。よしよしよし、とりあえずセーブしとくか、ここで。一応ね。お、マジ。そう、ここでね、中世って書いてあるんですよ、ちゃんと。さっきのとこ原始だからね。ここ見れば分かる話だった。あれ、なんか死んだ人増えてる気がする。みるみる殿、何事かな。料理所の食料渡しますか。はい。これは。そうですか、あいつが。なんか急に優しくなったな。え、ミルミル殿、もし私がここで死んだならば弟に。弟？何事だ。魔王軍の攻撃が始まりました。もう支えきれません。弱音を吐くな。ガルディア王国騎士団の名誉にかけ魔王軍を撃退するのだ。しかしもう兵の数が。ここが最後の防衛戦なのだ。もう一頑張りしてくれ。わかりました。ご覧の通り我が軍は苦戦しております。みるみる殿、助太刀願いませぬか。ああ、そういうことね。そういうことね。いいでしょう。戦闘ってことか。行きましょう。かたじけない。魔王軍は橋の向こうのたもとにおります。これをお持ちください。きっとみるみる殿のお役に立つはず。ゴールドヘルムを手に入れた。あなたのかぶってるやつですか、それは。もしかして。なるほどね。よかった、進んで。いいね。結構待った。ゴールドヘルム、しかと受け取ったぜ。じゃあ。これ大丈夫かな、ボスかな。ほらほらほら、あ、戦ってる。あ、やられてる、やられてる、やられてる。うわ、なんか見たことないやついる。わしは魔王様第一の部下、魔王三大将軍のビネガー。偉大なる魔王様の敵に死を。わしの可愛い息子たちよ、こやつらに死を与えるのだ。はい、とりあえず魔法を使ってみますか。とりあえず魔法を使ってみますか。どのぐらい入るかな。130。あ、一撃ファイヤー。153、いいね。こいつ強いんじゃないのかな。何このバラモスみたいなやつ。ゼロ、魔法効かないのか。あ、ビネガーピンチ、倒さなくてよかったのか。くー、なかなかやるな。お、めっちゃやられてる。大丈夫か。通れないんだけど、通れないんだけど、通れない。いいだ。逃げ足だけは早いわね。少々お前たちは甘く見すぎていたようだ。しかし今度はそうはいかんぞ。味方の兵士が、あららららら、やっちまえ。
やっちまえ。味方の兵士まで仲間にしてしまうとはなかなかの。あ、間違えた。いや本当にね、魔法が強い。属性に限らず魔法がね強い。あ、そっちに攻撃したんかい。間違えたわ。あら、普通の戦いでいいのか。普通に戦うで良さそう。いけ9。あれ、魔法じゃないと全然入んないんだ。そうかそうか、失礼しました。こんな極端に効かないとかある？もうちょっとあるじゃん。いけ、3だー。よしよしよし。で、戦うの今度は？あ、今度は戦うんだ。やばい、結構効くな。ビネガーピンチ。ビネガーピンチ。チクシュー。ちょっと回復しよう。これどんだけ連戦入んだろう。やだな。よしよし。あ、でももう橋渡りきった。まだいるな。今度こそお前たちもおしまいだぞ。本当だぞ。ふん、負け惜しみね。なんだ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 。合体！うおー、強そう。なにこいつ。行け、ジャンクドラガー。魔王様の敵を叩きのめせ。強そうじゃん。めっちゃかっこいい、なんか。これもあれかな、魔法しか効かないのかな、基本。14。意外と入んない。131。あ、なんか上半身と下半身に分かれてる？ほら、下半身にめっちゃダメージいってるな。39、回復した。おい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 、回復するパターンあるぞ。属性によってって感じか。え、どうしようかな。じゃあ戦うでいいか、普通に。ファイヤー。31。あ、まあまあ。何それ何それ。うおー、効く効く。やばいやばいやばい。なかなかやるじゃないか、おい。ほら。誰にやる？ルッカちゃんかな、とりあえず。やばいやばいやばい！結構やばい。あ、下半身がこぼれた。危ない。え、危ねえ。あ、危ねえ。回復したてでよかった。ちょっと回転オーラ。やばい！あー、危ない。てか上半身なんで浮いてんのかよ、あいつ。おいおいおい、どうなってんだよ。もう一回回転オーラやっとくか。よいしょ。ほら、え、回復するじゃん。なんなんだよ。よしよしよし。今度は普通に殴った方がいいのかな、もしかして。これ何してんの、その技。俺のマールちゃんは何してくれんだよ。ほら、あ、普通にダメージ入る。なん、どういう技なの、それは一体。いけ。あ、でも普通に入るな、ダメージ。53。一回回復しつつ、いいよ、まるちゃん大活躍。いけ。63。まあまあ、ゴリ押しだといけそうな気がするんだけどな。あ、ちょっとダメージ入ってんな。いけ。そろそろ倒れるだろ。まだか。
ちょっと、みるみるがやばい。回転オーラ行っとこう。回転オーラ。やばいな。あー、死んでるし。おうおうおお。死んじゃダメです。ちょっと回転オーラ遅すぎたな。よしよし。回転オーラ行こう、回転オーラ。いいよ。全体回復。なかなかしぶといな。もう一回回転オーラかな。MP バスター突然の MP バスター。あー全部座る。何最後の最後っぺみたいなやつ。 MP 吸って死んでいったぞ。え、この先なんか MP 使うあれがあんのか。よかった、でも勝てた。よいしょ。回復回復。一応 MP 回復しとくか。エーテル。よし、こんなもんでしょう。で、あれ、いけたけど、あれ、これでいいのか。いけましたけど、倒してあげましたけど、全然助太刀してくれなかったじゃないですか。みるみる殿のおかげで橋を守りきることができました。しかし魔王を倒さないことには根本的な解決にはなりません。はい、そうだと思います。ゼナンの橋を魔王軍から取り戻すことができました。これもみるみる殿のおかげです。うん。え、これだけ。はい、同じこと言ってる。よいしょ。3人とも同じこと言うなよ。え、もうこれでじゃあ魔王を倒しに行こうぜっていう流れになったってこと。まあでもこの中世のあの先の町にはまだ行ったことがないんですよね。ここね、なんだっけ、何村だっけ、ここ。サンドリの村。どうしよう、とりあえず村長の家でも行ってく。探し出しても、ん、探し出してもらいたいものは幻の虹色の貝殻。これは前金じゃ。よろしく頼むぞ、トマよ。トマ、トマって誰。任せときなって。俺も伝説の探検家と呼ばれる男。期待は裏切らないぜ、村長。どこで喋ってんの。あ、ここか。一杯引っ掛けてくるかな。ちょ、待ってよ。ちょ、待ってよ。おいおいおい。ああ、行っちゃった。失礼します。こんにちは。虹色の貝殻さえあれば、魔法防御抜群のプリズム防具が作れるのじゃ。しかしあの若造、本当に大丈夫なんじゃろうか。自分では偉大なる探検家などと息巻いとったが。いやー、偉大なる探検家、自分のこと偉大なる探検家って言わないからね。勇者様が現れたんだ。悪い魔物をやっつけてくれる、すごい強い、強い人なのよ。だそうです。だそうですよ。言い伝えでは魔王を倒せるのは太古より伝わる剣、グランドリオンだけなんですってね。かっけ。選ばれた勇者様だけがグランドリオンを装備できるのだそうよ。何？それがさっきのあいつだっていうこと？ここはサンドリの村長の家だよ。はて、変わった格好をしとるが、お前さんたちも魔王軍に追われて逃げ延びてきたのかい？そうでもないんですけど、倒してきたんですけど。魔王には恐ろしい手下がいる。ビネガー、マヨネー、ソイソーの3人。はぁ。酢、マヨネーズ、醤油？できることならあいつらとは関わり合いにならない方がいい。血も涙もない化け物どもだよ。なかなかいい名前だな。魔王の城は東の海の島にあるんだ。でも島の周りは断崖絶壁で誰にも近づけないんだよ。さっきのじゃあ探検家
あれが勇者なのか？一杯引っ掛けに行ったけど、どこに一杯引っ掛けに行ったんだ？酒場あんのか？民家。ん？宿とかかな？あ、いた。宿にしてはだいぶ飲み屋がすごいな。ギルド感があるぞ、ちょっと。こんにちは。よう、元気だったか？一杯おごってくれるんなら、いいネタをやるぜ。元気だったかって何？知り合いなのこれ。どうだい？おごるか。仕方ねえな。こいつはすまねえな。親父、もう一杯くんな。近頃、南の森の奥には変な魔物が隠れ住んでるって話だな。なんでも薄っ気味悪い化け物ガエルらしいぜ。へ。え？お前探検家なんだろ？魔王は邪悪で強大な力を生み出そうとしているらしいぞ。もしそうなったらどこへ逃げても同じ。みんな死んじまうんだよ。てなわけで俺はこうして先に逃げてるのさ、ピック。そうか。平和で良さそうじゃないか、だいぶ。旅の宿にはいろんな人たちが立ち寄る。もし人を探しているのなら、ここの主人に聞くがよろしかろう。ところで、知っていなさるかな？竜巻のエネルギーはかまいたちをぶつけてやれば消えてしまう。自然ってのはいろんなものの調和とバランスで成り立っとるのさ。なるほど。なるほど、わからんですよ。祈りなさい。世界の終わりが始まるのです。世界の終わりの始まり、終わりの始まりだわ。あんたら勇者様を探してるとか？だったら南のパレポリの村に行ってみちゃどうだい。なんでも勇者様はパレポリから現れたって話だぜ。なるほど。じゃあパレポリに、パレポリかな？パレポリ？パレポリに行った方がいいってことね。はい、ここは愛と憩いのホテル。料金は50ゴールドになるんだけどよろしいかしらん？あはん。なんだよそんな喋り方なの。お泊まりになっちゃうん？お泊まりになっちゃわなくていいや、まだ。まあ残念。またのお越しをお待ちしておりますわん。うふん。そういう感じのキャラに見えないけどね。じゃあ、まあでもパレポリの村に行くのが正しいルートなのかな。あなたたちもう勇者様に会った？いいえ。そう、私もまだなの。世界を救ってくれる勇者様って一体どんな人なのかしら。うるうるしてきちゃう。うるうるしてきちゃう。なんで泣くんだよ。ドキドキするとかにしとけよ。うるうるしちゃうんだ。そうか。なんとかドリアンとかいう剣は、遥か昔に滅んじまった人たちの手で作られたんだそうだよ。今ではもう誰にもあんな剣を作り出すことはできないんだとさ。なんとかドリアンじゃなくて、なんか、もっと違う名前じゃなかった？忘れちゃったけど、俺も。じゃ、この村はあんまりあれかな？あ、これか、グランドリオンか。知ってるかい？伝説の剣、グランドリオンは、デナドロ山の奥に眠ると言われている。でもすっげえおっかない魔物が剣を守っているって話だよ。やだね、それは。魔王の軍が今にも攻め込んでくるという噂は本当かしら。でも伝説の勇者様が現れたからにはもう大丈夫ですよね。多分。じゃあ、あのおっちゃんも話しかけてみっか。とっておきの話聞きます？はい。東にあるデナドロ山には巨大なハンマーを持ったオーガンどもがうろついています。でもハンマーさえ燃やしてしまえばへっちゃらですよ。あれ、デナドロ山って言った今。なんか山の名前がいっぱい出てきてもわけわかんないんだけど。まあいいや。なんかそのプリズム防具みたいなの欲しいんだけど。村長の家行った。グッズマーケット、民家なんかある。あ、なんか光ってる。なんか光ってる。ほら。よいしょ。なんと、鍵がかかっている。なんとじゃねえよ。なんで光ってんだよ、じゃあ。王が負傷されたという噂は本当か？おう、この国は
我らは一体どうなってしまうというのだ。いやいや、お主がそこに隠し持っとるのは禁断のミアンヌブロマイド。ミアンヌブロマイドってだいぶ序盤の方に手に入れたブロマイドじゃないのこれ。そのブロマイドをわしにくれるならいいものをやるがどうかね。とっかえこしょ、じいさんのお宝などいらん。とっかえこしょ、どうせブロマイド見れないし。ほんとかね、ほんとかね。わーい、やったぞベイビー。よし、ちょこっと待っておくれよ。やったぞベイビーだってよ。何くれんの？鍵は開いとる。自由に持っていくがいい。それじゃあブロマイドはもらっとくぞ。うひょひょ。おー、よかったね。ブロマイド結局手元にあっても見れないですからね。マジックカプセルか。てかカプセル系全然そういえば手に入れてるけど使ってないな。魔物たちがね、いっぱいいてね、危ないから外に出ちゃダメなんだって。チェ、つまんないよ。この人どういう服装してんだこれ。後ろ向いてんのか。何でも魔王は失われた太古の魔術を操るという話よな。そこいらの魔物どもの術など比べ物にならぬ恐ろしいものだそうな。ああ、騎士サイラス様はどこへ行かれてしまったのでしょう。いたね、サイラスっていう人。名前だけしか出てないけど。まさか王国を見捨て、一人でどこかへ逃げてしまわれたとか？なるほどね。ここはだから、別にあれかな？情報収集のための場所って感じかな？で、南の森の奥にカエルがいるっていうのは、もしかしたらカエルってあのカエルのような気がしてるんですけど、南の森、これ違うか。フィオナの小屋。フィオナの小屋ってなんだっけ？誰？フィオナさん？フィオナさん。夫のマルコは兵士として戦いに出たまま帰ってきません。私たち二人はこの森で育ったの。せめてこの森だけは守りたい。いつかマルコが帰ってくる日まで。うん。南の森ってどこだ？あ、これか。この左側のここか。ここか。お化けカエルの森。おー。いかにもな名前ついてるじゃないか。なるほど。で、ここがパレポリ村か。ポリパレ村？ポリパレ村か。っていう感じですね。なるほど。ちょっと装備とかも整えたいんだよな。パレポリ村の宿。じゃあ、次回、装備を整えておいて、次回、この、まず森の中に行こうかな。カエルと会った方が、どっちがいいんだろう。勇者と先に会うか。じゃあ次回、このポリパレ村の検索、探索から進めていきたいと思います。はい。よかったです。とりあえず先に進んだので。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ね。よろしければ、高評価、チャンネル登録などしていただけると嬉しいです。では、次回お楽しみに。それでは。